魚のフグ、フグあるじゃないですか、フグ。あれって毒あるじゃないですか。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、三田典房さん。三田典房さんの名言で、英語圏においてファーストペンギンとは、不確実な状況下において、勇気を持って新しいことにチャレンジすることを指し、そういう意思や行動が称賛される文化であるということでですね、三田典房さんのプロフィール、まあ有名な方ですけれども、お伝えしていきたいと思います。三田典房さんは、大学卒業後、一般企業に就職した後、漫画家へ転身、東大受験をモチーフにした異色作、ドラゴン桜で社会現象を巻き起こし、05年第29回講談社漫画賞一般部門を受賞。また05年7月から TBS 系金曜ドラマにてドラマ化された阿部寛、長谷川京子、山下智久などが出演したドラゴン桜のほか、投資をテーマにしたインベスター Z や高校球児を描いた黒缶、砂の栄冠などの野球漫画も得意とするということでですね。この名言ですけれども、インベスター Z の第48話、宇宙ペンギンリッチーが、財前隆に言ったセリフということでですね、そういえば、この名言あったなと、ファーストペンギンのお話ですけれども、不確実ですよね。誰もやったことない状況で、エビデンスもない状態で、やるのってむちゃくちゃ怖いじゃないですか。誰もやったことがない。あ、もちろんそうだと思うんですよ。僕ね、すごく不思議というか疑問に思うことがあって、魚のフグあるじゃないですか、フグ。あれって毒あるじゃないですか。でも毒のないとこも食べられる、フグ刺しとかって食べられるじゃないですか。そうやって見分ける人って初めは絶対食べたんじゃないかとかね。毒キノコをこう、毒のやつと毒じゃないのってわからないじゃないですか。僕らはもう知ってるからわかるんですけど、多分初めの人ってこれって食べたからわかるんでしょうか。なんか症状とかも出てるじゃないですか。食べたらね、吐き気を起こすとか書いてあるじゃないですか。毒キノコン。ということは誰かが食べてチャレンジしたのかどうかだと思うんです。そういう人ってすごいよねって。まあ失敗なのかあれなのかわからないですけれども、初めてチャレンジした人ってやっぱすごいですよ。それをね、批判しちゃダメだと思うんですよね。やっぱチャレンジすることって大事だと思うし、チャレンジをしたことによっていろんな経験があると思うんです。うん。チャレンジしてない人のね、外野からの言葉っていうのは、まあ、どうしようもならないなと。やっぱりファーストペンギンで、不確実なところにこう勇気を持ってチャレンジする人、するもの、それをね、やっぱり称賛、私もしていかないといけないなと思っております。オリンピックがあって、金メダル取られる方ってすごいじゃないですか。もちろん銀でも銅でも私すごいと思うんです。もちろん、もっとすごいのはオリンピックに出ることすら難しいんです。それをね、批判する人ってどうかとなと思うんです。今なんか SNS で批判とどうのこうのとか書いてる人がいるんですけれども、出ることさえ難しいんですよ、僕たちは。出れなかった人間ですから、それを批判す、アスリートに対して批判するっていうのは私はどうかと思っております。うん。彼らもファーストペンギンです。いろんな生活を犠牲にしながらやってるんですね。私たちが、なんだろう、寝てる時間でもこう練習したりだとか、朝早く起きて、運動したりだとか。そうだと思います。そんな人たちにね、私たちはやっぱり称賛をしなきゃいけないと思います。もちろんメダリストは素晴らしい方です。でも出られている方、悔し涙されている方もおられます。それでもね、やっぱり称賛してあげるのが一番だと思います。もっとね、メダル取ってもらいたいんですけれども。それでも、頑張ってる人に、やっぱり頑張ってくださいと。もう頑張ってくださいというのは、もっとね、詳しく伝えられるような人間になりたいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。